楽器が知りたい。アメリカや楽器店の猫ちゃんです。今回は第27回、どうぞよろしくお願いします。猫ちゃんはバイオリンを弾きますが、チェロも大好きです。チェロは同じ仲間にあたるバイオリンやビオラよりも大きく、バイオリンやビオラよりも低い音が出せ、温かみのある音色や深みのある音色と言われることが多いです。人間の声に一番近い楽器と言われることもあり、癒される音色と言われることもあります。今日は実際にチェロの先生にお越しいただき、少し演奏をしていただきます。それではご紹介させていただきます。チェリストの原瑞希先生です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。原瑞希さんは今年よりアメリカや楽器店音楽教室の講師を務めていただいております。チェロの音色は温かみのある音色、癒される音色と言われることが多いですが、少し音色を聞かせていただけますでしょうか。それでは続けてバッハ作曲無伴奏チェロ組曲第1番都庁長より前奏曲お聞かせください。チェロの魅力や素晴らしさなどお聞かせください。私にとってのチェロの魅力はやはり音域の広さですね。どっしりとした低音から華やかな高音まで幅広い音色が出せるので、メロディーも伴奏もどちらも
何でもできるのがチェロの魅力だなと思っています。そしてこの動画を見てくださっている方にはぜひ今後弦楽四重奏だったりオーケストラそれを聞くときに支えているチェロの音を注目して聞いてくださったら嬉しいなと思います。素敵、ありがとうございました。皆様もチェロの魅力にたくさん触れてみられてはいかがでしょう。原さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様、今日もご覧いただきありがとうございました。このシリーズ、猫ちゃんもっと音楽楽器が知りたいでは、これからもいろんな音楽楽器などについて取り上げてまいります。よろしければどうぞご覧ください。